4月29日木曜日の洗濯情報をお伝えします。今日は外干しできるところあるのでしょうか、確認していきましょう。この先のお天気の予想を見ていきたいと思います。今日は低気圧や前線の影響で沖縄そして九州から東北にかけて広く雨が降ります。雨が降る一日となるところも多くなりますので、外干し厳しそうなところ多そうですね。ただ西の方からはゆっくりと天気が回復してきます。だんだんと日差し届くようなところも出てきそうです。次第に雲は広がっていきますが、北海道の方では日中雨の心配はなさそうですので、こちらでは洗濯物の外干し大丈夫そうです。ではこちらも確認していきましょう。お洗濯情報のマップとなっています。今日は広く雨が降るので洗濯物の外干しは厳しそうです。部屋干しの方が良さそうです。ただ次第に天気が回復してくる、雨の止み間が増えてくる福岡の方では後 OK となっています。雨が止んできたら大丈夫そうです。広島や高知も次第に雨降りにくくはなるのですが、ざっと雨の降る可能性はありますので天気の急変ご注意ください。で札幌は今日1日雨の降る心配はなさそうですので、洗濯物の外干し大丈夫です。明日以降すっきりしないので今日の日差しは早めにお使いください。以上洗濯情報をお伝えしました。